株式会社、ドコモ CS 東北は、NTT ドコモの完全子会社であり、NTT ドコモ東北支社の機能分担会社である。2014年7月1日に、主に技術系業務を行ってきたドコモエンジニアリング、東北株式会社が、主に営業系業務を行ってきたドコモサービス、東北株式会社を、吸収合併し、現在の称号に変更した。主に、 東北地方6県を事業区域としている。旧ドコモエンジニアリング、東北株式会社時代からの業務としては、NTT ドコモの基地局設備の構築や保守、携帯電話の故障受付関連の取りまとめ、情報システム部門の委託業務、2008年に解散したドコモ戦通より引き継いだ、衛星携帯電話の販売、保守業務、携帯電話を使ったの安否確認システムなどの、 アプリケーション開発、販売、保守運用がある。合併した旧ドコモサービス、東北株式会社からは、ドコモショップの運営、コールセンター業務など、営業関係業務を継承している。現在の本社は、ドコモ東北ビルにあるが、旧ドコモエンジニアリング、東北株式会社時代の本社は、旧 NT ドコモ東北が、ドコモ東北ビルへの移転前に本社としていた、アーバンネット、 五橋ビルにあった。旧ドコモサービス、東北株式会社の本社があった、ドコモ東北仙台ビルには、旧ドコモエンジニアリング東北がかつて本社を置いた時期があり、本社移転後も2009年3月31日まで、仙台サービスセンターを置いていた。また技術系業務を行っていた、旧ドコモエンジニアリング東北も、かつてはドコモショップを1店舗のみ手掛けたことがある。 2015年3月現在、各県庁所在地に1店舗ずつ所在。ありがとうございます。